こんにちは。うぷ主カエルマクラ代理のゆっくりパチュリーです。国鉄色の E653 で勝田までやってきましたが、できればネモフィラを見たいものですね。ただ観光客も多いんですよね。日陰者のうぷ主はどうするんでしょうかね。まあ今回も、ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マコナとかいう謎のマスコットがいるわ。観光客もいっぱいいたな。海浜公園直通のバスも出てるのね。列車だけじゃさばけんだろうしな。まあ私たちはもう退散するけどね。おいおいネモフィラ見に行かんのか。前回ネタにしたこいつに乗車しようかなと。無駄にグリーンにしてからに。そもそもネモフィラ見た後でもいいじゃないか。それじゃ観光客と帰りも勝ち合うでしょ。グリーンならそれほどでもないんじゃないか。はいネモフィラ、写真じゃねえか。今回はひとまずこれで。だってこれ見ていこうって思う？花見に行くというより人を見に行くだけかもしれんな。まあグリーン車で優雅に帰りましょう。ただ東のグリーンはな。待て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 。何かしら？深海特ってなんだ深海特って。あら？列車によっては深海特より停車するじゃない。たとえそうでも嘘はいかんので。はいはい。グリーン車の入り口はいつ見てもワクワクするので、選ばれし者のみが味わえる感覚ね。まあ金払えば誰でも乗れるけどな。フットレストは少しチャチーな。少し早いけど優雅にお昼をいただきましょう。当然のように酒もついてくるんだな。手下に証拠集めをさせて自分は宿でふんぞり返ってるおじいちゃんがモデルなのね。それはゲームだろ。まずはお隣の水戸に到着よ。本日もJR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ときわ64号品川行きです。途中友部、石岡、土浦、柏、上野、東京に停車いたします。ひときわ水戸を出れば次は基本上野だけど、ときわは友部、石岡、土浦は全停車だな。柏もほぼ停車するわね。特急券をお持ちでないお客様は座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でもこの先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のランプが点灯すると間もなくご予約いただいた区間となりますので、恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。これで素直に移動するお客ばかりなら問題ないけどね。話はずれるけど近鉄特急に飛び乗って車内で補充券買うやつとかもね。うつ主の座席にふんぞり返ってるやついたな。まあ定当に退場していただいたけどね。7号車と9号車になります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。臨時駅の快楽園だな。次は友部に停車いたします。ご乗車ありがとうございます。この列車は常磐線の特急ときわ64号品川行きです。泊まり待ち駅の到着時刻をご案内いたします。次の友部には11時3分、石岡11時14分、土浦11時24分、柏11時46分、上野12時6分、東京12時13分、終点の品川には12時22分の到着となります。電車は10両編成です。この電車は全ての車両指定席となります。中ほど5号車は特別車両グリーン車の指定席となります。お手持ちの指定席特急券の号車番号、座席番号をよくお確かめの上ご利用ください。
上下線が離れてくな。昔、内原操車場があったのよ。おなじみのソーラーパネルだな。野球グラウンドもあるわよ。まもなく、友部に到着いたします。水戸線はお乗り換えです。お降りのお客様は、お忘れ物のないようお支度ください。友部の次は、石岡に停車いたします。まもなく友部に到着です。お出口は左側です。お乗り換えのご案内をいたします。通過いたします岩間、羽鳥へお入れのお客様。この後、土浦駅1番線から11時21分です。笠間、岩瀬、下館方面、水戸線の小山行きは3番線、11時23分の発車です。友部の次の石岡まで間には2駅だけ。新快速って言ったけど新快速に失礼だったわね。まあ役割も違うから。水戸線との分岐友部駅よ。大回りではお世話になるのぜ。次は石岡に停車いたします。水戸線とサラダバー。空の青、白い雲、山々の新緑、これぞ日本って感じなのぜ。岩間駅、羽鳥駅を通過すれば、あっという間に石岡駅。ここに来ると中堅太郎のことを思っちまうのぜ。石岡の次の停車駅の土浦との間も2駅しかないわ。ここは高浜だな。神達駅を通過したらもう土浦なのねー。そういやここは土浦市なんだが、駅の一部は霞ヶ浦市なんだな。まもなく土浦に到着いたします。土浦駅の2番線に到着ね。次は柏だからようやく特急らしくなるかな。どうだかねー。主要駅の土浦を発車したわけだが、水戸以来のあれは来るかしら。久しぶりに来たのぜ。時はだけど日立タイムはいいわねー。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急時は64号品川行きです。途中、柏、上野、東京に停車いたします。この列車は上野までの間に柏しか停車しないからいいけど、一部の列車はここ荒川沖から4駅連続で停車するのよね。荒川沖日立の牛久牛久夕崎しか。土浦発着の時はなんかそのパターンね。まあ通勤特急の性質が色濃いしな。まあこの時はスムーズに通過していくな。万博中央駅もあっさり通過。1985年に開催された筑波万博に遊びに行かれた視聴者様はいるのかな。じゃなくて今は日立の牛久駅なのぜ。沿線住民の願いも虚しく、万博終了後にぶっ壊された万博中央駅の怨念が13年の時を経て日立の牛久駅として蘇ったのよね。なわけあるかい。今も日立の牛久駅の男子トイレには牛に行く時になるとコスモ星丸が現れて、初代青田抜きの声で一言、あらよっと。ネタのフォローのしようがないぞ。当チャンネルの視聴者層を意識してみたわ。むしろ女性の方が 6% 以上もいらっしゃるのが驚きだな。老若男女の皆様方、これからもよろしくお願いいたします。牛久だな。グリーングリーン、それは下りホームだ。上りの初メロはオーシャンゼリゼね。関東鉄道夕ヶ崎線との接続駅夕ヶ崎市駅なのぜ。ちょっと前までは関東鉄道の駅と同じく讃岐駅だったのよね。藤代ということはこの先にはデッドセクションがあるな。通るたびにチェックしてる気がするけど、見れたら見てみましょうか。デッドセクションはこの辺りね。無電区間を越えたら直流区間に突入だぜ。
関東鉄道上総線の線路とも合流ね。ということは砦はもう近いな。常磐観光線は砦までね。最も平日の朝夕しか列車ないけどな。それ以外はほぼ我孫子発着よね。常磐線快速も砦までだな。快速で運用してる E231 系はさっき通ったデッドセクションをまたげないしね。利根川を渡って茨城ともおさらばなのぜ。そして埼玉の永遠のライバル千葉に突入よ。どっちが都会なんだろ。それについては各々の胸の内にしまっておいた方がいいかもね。結論を出さずに張り合ってるうちが楽しいかもな。弥生県天皇台支部を通過中。そういやここで唐揚げ食ったことないな。やっぱり総本山の我孫子で食べたいからね。松戸車両センター我孫子派出所だな。 E233 系2000番台が誘致されてるわ。メトロ1万6000系もお休み中だな。唐揚げの聖地我孫子ね。毎日はクエンがたまに無性に食いたくなるのぜ。柏に到着いたします。東武アーバンパークラインはお乗り換えです。アーバンパークラインだかチンパンジーだかわからないけど柏に到着。思いついたまま口に出してんな。野田線でいいじゃない。北小金を通過した先で武蔵野線北小金支線が分岐していくわね。前にネモフィラ乗った時に通ったな。大宮方面からやってくる臨時列車が常磐線に入線する際によく使用されるわ。今度はまばし支線が合流してくるのぜ。まばし支線が高架から降りてきた頃には流鉄流れ山線の線路も奥に見えてくるわ。そしてまばしだな。五線型の赤城と菜の花が停車しているわ。かつて一部の特急が停車していた松戸も華麗に通過するともうすぐ東京に入るわね。江戸川を渡れば葛飾区なんだぜ。本来の葛飾って範囲がえらく広大だったようだけどね。今の葛飾区って本来の葛飾の生誕だしな。遠く埼玉や千葉まで及んでいるしね。新近貨物線がここ金町から分岐してるのぜ。貨物線、いやん、バカーン。黄色い首相を想像しちまうからやめー。そして中川を渡ると中川と来れば様子になるわね。ここは亀有だがまあいいか。近くに秋元って地名はないのかしらね。北綾瀬からやってきた千代田線の支線と合流ね。綾瀬まで戻ってきたなぁ。1万6000系も置いてけぼりね。上を見ればスカイツリーラインがお目見えなのぜ。関東民のゆりかご荒川まで帰ってきたわ。北千住はすぐそこだな。ただいま。下町のジャンクション北千住。常磐線に東武にメトロに路線につくばエクスプレスが大集合なのぜ。怪獣大集合みたいなノリよねー。どこをどうしたらそんな発想になるんだ。北千住の先では京成本線とクロスするわ。いずれ京成も紹介したいのぜ。160キロの世界を体感したいわね。成田に用は今のとこないけどな。隅田川を渡って列車は足立区から荒川区へ。それなんだけどさ、北千住は足立区なのに南千住は荒川区なんだな。この辺りにあった江戸市宿の一つ千住宿が起源ね。荒川を挟んで北千住側が本宿、南千住側が南宿だったようね。読み方？知らん。三河島駅の先で田端貨物線が見下ろせるわ。こっちは進行方向左に線路を取って東北本線と合流するのぜ。岩沼で生き別れた兄弟と涙の再会かしらね。今日は勝田から乗車したんだけどな。京成本線の実質的なターミナル駅日暮里よ。JR 利用者が成田に行くときは京成上野だとちと不便かもしれんな。ネックス？知らない子ですねー。上野だな。常磐線特急が高架ホームに到着するのは未だに違和感があるわ。これ発車してる最中の動画じゃんか。諸事情によりがっつりうぷ主のぼやきが入り込んでたんだよな。
東京に到着いたします。新幹線、山手線、京浜東北線、中央線、横須賀線、総武快速線、京葉線、地下鉄丸の内線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。東京の次は終点品川に停まります。終点品川まで乗車してもよかったのに、東京から中央線でさっさと帰りたかったみたいね。その中央線が高架区間に入るのぜ。北陸新幹線開業の煽りで今の3、4番線を追い出されて高架ホームに逃げ延びたのね。由緒正しい丸の内駅舎を取り壊さずに済んだのぜ。さて降りる準備しましょうか。チャンネル1周年だけどどうするのかしらね。景気よく頼むぞ、オープンし。今回の動画は以上となります。しかしこの動画が投稿される頃にはもう1周年。亀のような歩みかもしれませんが少しずつ成長している気はします。これもご視聴いただいている皆様方のおかげです。誠にありがとうございます。さて次回はどこに行くんでしょうかね。チャンネル内のあちこちでネタバレはしているかもしれませんが、どうか生温かい目で見守っていただければ幸いです。チャンネル登録もよろしければぜひぜひお願いいたします。それではまたお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。